はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。5時半ですね、5月は15日の水曜日でございまして、今日はですね、昼間日が照っていたんですけど、夕方から陰ってきましたね。この部屋は24度です、まだあと1時間半ぐらいここにいるんで、もうちょっと温度が下がるかもわかりませんね。はい、行きましょう。大紀元にですね、これは昨日出た記事かな、いや13日に出た記事ですね、中国ですね、交通警察によるアタリアまがいの罰金徴収手口、中国雲南省というのが出まして、ちょっと読みますとですね、近年中国各地で自分から車にぶつかり金銭を譲る悪質なアタリアが出没している。これを中国語で、ポンツーという。このほど中国の交通警察が行ったまさに目を疑うような一部始終を記録した動画がネットに流出し物議を醸している。罰金を稼ぐためにここまでやるのかと驚きを禁じ得ない。今月10日午後2時前、雲南省の街中で交通警察自身が走ると車を止めるため当たり屋まがいなことをしたのだ。ドライブレコーダーに映った下手な演技の哀れな様子には何やら物悲しさを感じるほどだと。交通罰金を取るためとはいえ、このような当たり屋まがいの手口を使うことに対し SNS 上では批判が殺到している。その背景には交通警察が自らの給料を稼ぐため、そして財政難にあえぐ地方政府から課される罰金ノルマを達成しようと必死にならざるを得ない中国独自の事情があるものと見られると。まあね、このですね、このこうあれあら動画が見れるんですけど、まあ見てませんけどね、なんかね悲しそうでしょこれ。まあね、交通警察の当たり屋まがいの手口は一部指示を捉えた動画が SNS に拡散されると、あれは絶対常習犯だよ、臭い演技だ、恥を知らないのか、プロとは言えないね、当たり屋としては二流だといった皮肉がさっと中にはそんなに罰金が欲しいのか、交通罰金に加え運転手から当てられた慰謝料も巻き上げようとしている魂胆なのだろうといった声のほか、自分は正常に車を運転していたところ交通警察のバイクが突然目の前で止まった、200元の罰金を払わされたなどの被害に遭った市民によるコメントまで寄せられていると。まあいいか、続くんですけどこれくらいにしておきましょう。これね、前から言われてることなんですよ。多分ね、地方政府って今、中国の地方政府って全然お金ないんですね。で、職員に対する、いわゆる市役所の職員みたいな人ですね。に対して給料が遅配しているのが当たり前で、です、中にはですね、お前らって、市役所の職員の身分が継続したければ、上納金を起こせみたいなことを言うてるところもあるんですって。それで税金がですね、足らない、集める税金が足らないんでどうするかというと、その管轄している警察にですね、お前らもっと罰金稼いでこいというわけですよ。そんな言うたところでね、そんなにこう交通違反が頻繁に起きているわけでもなく、うまくそれを捕まえられるわけでもないんで、無理くり捕まえてはですね、こうゆすりたかり同然、カツアゲですね、カツアゲ同然に罰金を取っているというのが実態で、これは今中国の全土でですね横行していることらしいんですよ。で、警察官もですね、自分の給料が欲しいわけですよね。だからまあ政府に納めるのもあれば、ポッポ代出するのもあるんでしょうね。それが横行しているわけでしてですね、今中国の市民、特にドライバーの間ではですね、警察に対する怨嗟の声がですね、あまりにもですね強くなっていてですね、まあ場所によっては暴動まがいのことが起こってるんちゃうんでしょうかね。これやっぱりお金が足らないという問題がですね、そういうところまで波及しているわけですね。で、当面これ解消しませんというのはですね、地方政府ってもともとですね、自分たちの土地を切り売りしてですね、土地タダですからね、土地って全部中国は国のもんなんですよ。で、国がいちいち管理しませんから、全部地方政府が管理してるんですね、その地方の土地は。で、それを切って、はい、ここあげるちゃうわ、売ったるとか言って、デベロッパーに売って、そのお金をですね、市役所のですね、こう、あれに予算に当ててきたわけなんですね。で、この2021年から不動産バブルが弾けましてですね、そうやって切り売りしようとしても買うデベがいないわけですね。
もうマンション売れませんから、そうすると収入がですねガクッと減ったわけです。でおまけにですね経済が不振を極めてるんでですね税金の収入も減ったわけです。でもですねそのなんて言いますか、お金使うお金出ていくお金はですねバブル崩壊前とあんまり変わらないわけですね。だからどうしたところでですねお金が足りなくなると、だから給料の遅配なんて当たり前に起こっているわけでしてですね、基本的な行政サービスも滞っているようなところがあるようですね。で、お金を集めろということで警察に行ってですね、もっと罰金集めてこいというわけです。でこういうことが起こるわけですね。普通にやっててもこう集まらないんで当たり山がいのことまでやると、もう涙ぐましいというか情けないというか何なんその社会と思ってしまいます。でもそれがですね中国の今の実態、と言っても過言ではないわけですね。まあなんとも情けない話ですね。しかしなんてもうちょっとマシなことやるよと思うんですけどですね、こうなってしまうんでしょうね。なんでですね結局これねこの問題ってね解決しないんですよ。金なんですよ金まあそもそもねその土地収入を当てにできないようなですね、こう予算を組んでおけばよかったもののですね、もうそのバブルが20年続いてきたわけなんですね。土地を売ってはこうその金でその使うとやるので、だから体質を急激にこう改善できないんでしょうね。市役所の職員とかっていうのもですね減らしゃいいんですけど、なかなか今の時代やめないでしょうからね。なんでまあ給料が減ったのは当たり前みたいですよ。まだ減ってもね半額になってももらえるだけマシみたいな。でこれは全ての地方政府で起こってるみたいでですね、上海や北京でも起こってるらしいです。上海市なんていうのは中国一豊かなですね町なんですけども、そこでさえですね職員の給料は減ってるというような噂が聞こえてきます。ましてやですね地方のですね不動産収入に頼っていたですね地方政府はですねもうむちゃくちゃなことになってるわけですね。いやあの国もですね本当にもう僕らの常識から見たらですね、なんやそれみたいなことがですねまかり通ってるわけでして、まあ警官がね、まあ、日本でもね警察がキリやとは言いませんよ。腐敗する警察いくらでもあるんですよ。でもですねもうそのカツアゲみたいに金をゆすり取るっていうのは昭和の時代だったらね私も見聞きしたことあるんですけど、今の時代の令和の時代にそれやってバレたら一発アウトですからね、懲戒免職ですからね。なんでですねもうなんていうか国としてね社会としてねこう中国はこの末期症状が出てるんちゃうかなと思うんですね。ここまで来てですね市民が警察に対して恨みつらみをですね抱くようになればですねもう社会の秩序というのはですねなんて言いますか保てないんちゃうかなという気がします。もうつまり共産王朝の末期ということですね。いつも言うことですけどもあと5年も大変のちゃうかなと。でこれなんて言いますかね、さっきも言ったように解決できないんですよ。金の問題ですからどこまで行っても解決できないんですね。でこれ今中国政府何もしてないんですけど、この後また通貨の話しますけどもですね、それで解決しようとしたらですねさらに混乱が起きてですねやっぱり共産党末期やでということになっていくのではないかなと思います。はい、この大紀元ですね今半分ぐらい読みました。全部読みたい方は言ってみてください。交通警察による当たり屋まがいの罰金徴収手口、中国雲南省というタイトルの記事でございました。アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。